お見事、さすがは魔人の宿主、波の精神力じゃないようだ。しかしな、それを使えば使うほどに君の心は深くなる。つまりはトワルが遠くなるぞ。それは怖いな、恐ろしい。その余裕があったらの話だが、いいだろう、約束するよ。俺も君と戦いたくてたまらない。同感だね。少し痩せろ。あなた、血が汚れていますね。
認識、個体能力は多生体へのハッキングとジャックイン。なるほど、クリミナトレスの眷属ですか。困りましたね。今はあなたのような小物に構っている場合ではありません。おとなしく引くのならこの場は見逃して差し上げますが。それが偏方と、そう解釈していいのですね。残念です。アクセス、マスター、パラダイスロスト承認の許可を願います。だ、そうですが、あなたはどうされますか、マスター。正直ここで許可を出されては困りますが、私にはあなたの御心がわかりません。何を望んでいるのでしょうか。無論答えてはいただけませんね。分かっていますね、ソフィア。君から預かった彼のカップ、ついこの間直したのだけど、どうしたらいいのかしら。お兄さんのことを今も君は考えている？そう、待っているのね、彼のことを。どちらだと思う？ストライフが来てくれたらいいのだけど、彼は彼で忙しそうだし。それでも待ってみましょうか。あなたは彼を、私は、そうね、あの人を。待つ女っていうのもそれほど悪いものじゃないと思わない？ええ、私もあなたと同意見よ。マスター、駒は揃いました。あとはあなたにお任せします。ご苦労、コールドブラッド。無論まだ許可などはくださんよ。面白いのはこれからだ。役者が揃えば次は舞台を用意する。幕を上げるのはお前の役目だな、クリミナトレス。イエス、マスター、仰せのままに。さて、ここまでは予言通り。あとは各々がどう動くか楽しませてくれればいいが。善処します。君は酔ってる。不幸に酔ってる、愛に酔ってる、そして自分に酔っている。このまま死ぬなんて許さない。さっきの約束もあることだし、君をあちらに連れて行こう。俺が、いや、俺たちが
君の酔いを覚ましてやる。喜べ少年、君は生まれ変わるんだ。不条理だと思うなら戦えばいい。その力を与えてやるよ。目が覚めた時、今までの君はもういない。俺たちが永遠のツアルに至るため、役に立ってもらおうか。お目覚めですか？どうやらお目覚めのようですね。さあ、名前ならばいくつかあります。主からはクリミナトレスと呼ばれていますが、はい、言いにくければ好きなように呼んでください。例えばタスラン、ジューダスストライフのことですが、彼は私をアストと呼びます。まずは一つ一つ説明しましょう。私が最初の問い、つまりここがどこなのかという質問に答えられなかったのは、いくつか理由があります。まず第一に、正確な地名を述べたところであなたが理解できるとは思えなかったということ。続き、あなたがこれまで生きてきた世界について、私もまた戦学であるということ。そちら側ではこちらのことを何と呼ぶのかよく知らないのです。ここはあなたの知る世界、すなわちソドムではありません。我々はツワルと言いますが、そちらでは何と呼んでいたのでしょうか？あなたがそう認識するのなら。あなたをこちらに移したのはジューダスストライフの意向です。彼は現在ソドムに戻り、任務を続行中の身。加え、かの町は支配者であったアンリヒ・カイト・ビーパーが事実上壊滅したことにより混乱の極地にあると伺っています。はい、情報によると九段の組織には3人のトップが存在したそうですが、そのうちの2人、ギース・クレメンスとデザード・グレイブの両名が死亡しました。これによりパワーバランスが崩れ、同組織では内戦が勃発。壊滅といって何ら差し支えはないでしょう。リリス・アルトマリおよびソフィア・クライストはこれらの争いに巻き込まれ死亡。リリス・アルトマリおよびソフィア・クライストはこれらの争いに巻き込まれ死亡しました。
ですが、事実です。私の返答は変わりません。できますか、あなたに。困りましたね。私はあなたの妹になれと言われたのですが、あなたは何か勘違いしているようですが、私は人ではありません。ソフィア・クライストは死にましたが、送られた彼女の情報を私は正確に記憶しています。あなたがそう望むなら、私はいつでも彼女になることもできますが、どうします？沈黙は肯定と解釈します。この手を離してくれますか？落ち着かれたようですね。それでは報告を続けます。もうお気づきかと思いますが、あなたの体はすでに人のそれではありません。ノー・クライストという生身は消滅しました。今度は驚かれないのですね。あなたの体はこちらに移された時点で再生不可能のダメージと汚染を受けていました。この処置は命を救うためにやむを得ないものであったと、そう納得していただけると助かります。お疲れのようですね、クライスト。今日のところはお休みください。明日から忙しくなります。我々も水郷であなたを救ったわけではないのです。わかりませんか？何か？個体名は確かライルと言いましたか。あなたにはデスサイズと言った方がいいのかもしれませんが、ジューダス・ストライフからの報告ではそのように伺っています。そして私が持つソフィア・クライストの情報からもそれが真実であることを保証します。では失礼します。良い夢を、クライスト。
はい、わかりました。私たちは本当に外へ行くことができるんでしょうか？